蓮舫議員が他党議員発言に憤激して何様。貴殿こそ何様のおつもり。日本維新の会の馬場伸幸幹事長が6日の記者会見で、憲法改正手続きに関する国民投票法改正案の採決をめぐり、立憲民主党がこれまでの慎重な姿勢から一転し、賛成したことに関する質問に対して、立民党は共産党と一体とみられるのが嫌だったとの見方もあると指摘した。また、日本には必要ない政党だなどと発言した。立民党、蓮舫代表代行は7日、ツイッターを更新し、この報道を引用して何様でしょうかと投稿した。馬場氏は会見で、立民党が先月の衆参3つの補選&再選挙で共産党と共闘して参照したことを念頭に、選挙後助組合を作り与党を倒した、自民党に勝ったと言って喜んでいた。言っていることと、やっていることがちぐはぐすぎると国民投票法改正案賛成に転じたことを皮肉っていた。今の国会は、野党が連携し政府与党を攻める図式ではない。安倍、菅政権打倒に前かかりになりすぎ、付け焼き刃的でずさんな追及しかできない貧弱な野党第一党がある。日本の明日を国民に示すどころではない。そんな中、ツイッターで噛みつくことにご就寝の立民、蓮舫氏が、穏やかでない言い捨てを放った。日頃から角突き合わせる場面が多い野党間でも、高等幹事長発言に、おめえ、何様か、と受け取られる切り立ったような物言いは公人としていかがなものか。相手は蓮舫氏を見透かしたかのように、さらりと何をおっしゃいますやら。その言葉そのままあなたにお返ししましょう。あなたこそ何様ですか。だろう。お恥ずかしい限り。いかさま、こういう言い方をするからいらぬ反発を招くのだ。ところで最近、蓮舫関連報道をするのはスポーツ芸能新聞ばかり。今や、蓮舫ツイッターは暇つぶしネタ扱い。ははは、お聞きいただき感謝申し上げます。